タイムリーを打った中村、ここからですよ、弱気にならない。そうですね、はい、もう行ってしょうがないわけですからね、はい、はい、ヒットを打った細川も二塁まで行って打席が本田に変わります。スイスイと投げ続けていた戸村ですが、この回勝ち越しを許してなおもワンアウト二塁一塁。そして投球は次が70球目になります。初球142キロを叩いていきました。あのぐらい外れてしまいますと、ちょっとこう次の組み立てもしませんし、難しいんでしょうか。あ、そうなんですね、バッターはホッとするんですね。どっちだ、うちに早く外に遅いか、どっちだ、外のまっすぐだ、全然ボールだ、よかったっていう気持ちになってしまうので、非常に分かりやすいバッター陣ですよね、はい、で5球目高め、ファーストの上だ、ライト線に運ばれてしまった。ライトがようやく追いついた。ホームイン、細川が帰ってきました。これで3対1、本田のタイムリーツーベースヒット。昨日の試合で10試合ぶりに打点を叩き出した本田が、これで東北でのシリーズ2試合連続打点。ちょっとまっすぐがね、高くなってきましたけどもね。そうですね、はい、真ん中の高めになってしまってるんですよね。内側でもう少しベルト近辺あたりを島はね、欲しかったようですが、インコースだったらね、はい、まあ、あれほどいい当たりの、いい当たりはされてなかったと思いますけどもね。そうですね、ちょっとコースが甘くなってしまいました。